こんにちは。バッサブ一緒4回目。びっくりした。びっくりした。びっくりした。こんなテンションでいこう。で、今日の時事ネタは何ですか？そう。もう用意してるんでしょうね。してました、はい。今年の秋に公開される予定やった1905っていう映画が、前田敦子主演。1905、まあ、1905とも読むかもしれんけど、まあ、今年の秋に公開する予定やった前田敦子さんのね、なんか制作中止になったらしいね。ほう。映画の配給会社が潰れたらしいね。そんなことあるんやと思って。配給会社潰れたらそりゃそうね、映画公開できんもんね。まあなんかいろいろやってる側としてね、途中で中断っていうのはちょっと嫌やね。これが終わるってことやもんね。よバッサと一緒、4回目で終わりましたみたいな、ね、30回言うてましたけどっていう、うん、今日は何を作るんですか。今日ここ何もないけど、うん、何もない。ごめん、出し忘れた、ね、一回カットして出す。ほっ、おぉ出てきたね野郎が。ベタ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 。ごめんなさい。今日はシナモンシュガーを使います。シナモンシュガー、甘いやつ、うん、甘いやつ。お菓子なんだね。そうそう、お菓子なんです。お菓子パスタ、お菓子パスタお願いします。お願いします。では始めていきたいと思います。はい、はい、まず熱したフライパンに油を注ぎ入れます。ほーら、おー、次にパスタをふんあっ持っちゃいます。でこれを、うん、ここにマジでシュー入れちゃって、きつね色になるまで揚げていきます。少しほら、おー、きつね色になってきたから、これを一回揚げます。うわ、これ揚げにくくね。揚げにくい。一回揚げてください。ひぃ、第2軍をまた入れていきます。一回でいける人は一回でいっていいです。二、うん、つ揚げ終わります。全部揚げ終わりました。そして、はい、次に砂糖、うん、油の中に砂糖を、油なんだ、だいぶそっちに。そうで、この中に、はい、先ほど揚げたパスタたちをドーンと入れていきます。これね、からこうね、うまく絡めてほしいね。で、もう茶色くなったので、だいぶ茶色いよ、焦げてんじゃないので、はい、余分な油をキッチンペーパーなどで切ってください。はい、シナモンシュガーをうんうん、かけちゃった。ちょっとここのまんまじゃ食べられないんで、はい、冷蔵庫で一旦冷まします。わかりました。冷蔵庫から出して冷めたものです。ひんやりしてます。で、最後仕上げに、はい、砂糖を少しね、こうやってあーね、振りかけてあげて、シナモンシュガーをもう一回軽くね。はい、なるほど、完成です。完成です。で、早い早い早い、これもうマジ秒やったね。これ一番早かった。うん、うん、何分くらい。5分。5分だよ、5分。菓子パスタいただきます。いただきます。あ、これすげえな。これでもね、こんな感じ。いただきます。いただきます。あ、硬い、うん、いやでもね、完璧にお菓子っちゃお菓子、もう完全にいってるわ。ごちそうさまでした。じゃあ早速採点の方を。お菓子パスタは20点。焦げがあった、うん、ほんとね、疲れる。食うのがストレスになると、うん、ちょっともういくらこれが美味しかったとしても NG やもんね、うん、ってことで、はい、お菓子パスタでした。お菓子パスタありがとう。シナモンシュガーはみんなの家にあるのかな。ありがとう。